ラス・アダムズは、アメリカ合衆国のノースカロライナ州出身の元プロ野球選手。右藤左だ。遊撃手、二類手以外に三類手、左翼手でのプレー経験がある。2002年に、ドラフト一巡目で、トロントブルージェイズから指名を受け、プロ入り。入団2年目の2004年9月3日には、早くもメジャーデビューを果たした。デビューイヤーに残した成績は、 わずか22試合の出場だったが、打率306本塁打4本、打点10点という数字を残した。翌2005年は開幕からショートのレギュラーとして起用され、打撃面ではまずまずの数字を残した。しかし、守備があまりにもお粗末で翌年のレギュラーが危ぶまれた。二千六年は実際に打撃、守備両面でスランプに陥り、結局は レギュラーの座を奪われた。レギュラーダッシュをかけた2007年だったが、わずか27試合の出場に終わった。2009年の開幕前の2月5日に、ディエフェとなり、同月11日から、トリプル A 級、ラスベガスフィフティィテワンズでプレーした。シーズンでは一度昇格死休試合に出場するも、再びディエフェとなり、7月3日にサンディエゴパドレスと契約した。しかし、パドレスでは、 メジャー昇格は果たせなかった。2010年のスプリングトレーニング前にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。メッツでもメジャー昇格を果たすことなく2011年5月5日現役を引退した。ありがとうございます。